たくさんやればやるほど本当に高い手が入った時上がりやすくなるんですよ。毎回毎回遠い仕掛けしてれば。80ページ手筋10、オーラス上がりトップの時の泣き。 OK。 薬杯バックだの、タンヤオの肩上がりだの、めちゃくちゃ嫌う人いますよね。そういう人を否定しちゃいけません。嫌わしといてください。そういう人嫌いなままいさしといて、自分らはそういうことしましょう。それが一番勝ちやすいです。やりたくないならやらせなきゃいいんですよ。そんな自分のやりたいことだけやって勝てる時代は終わりました。下手くそだけ集めれば何やったって勝てますよ。手役だけ狙ったって勝てますし、1000点2000点だけ上がり続けても勝てます。だけどそろそろ本当に強くなるんで、みんながましてこの動画を見終わった後みんな強くなるんで、ちゃんとやることやんないと勝てなくなりますよ。81ページの手見てください。トップと1200点差だった。うん、ドラがもう1枚ないぞ。ペンチーピン、カンチーマン、どうすんねん話ですね。はい、じゃあ82ページ見てください。泣ける牌は全部泣くって書いてあるね。いいと思いますよ。結果的にはこれね、泣けなくて全然リーチになっちゃったんだけど、僕は泣く気満々でした。特にペンチーピンを泣きにくいって人いるんですよ。薬杯がバレるから。バレるって何なのって話なんですね。82ページの表見て。結構トップ争いしちゃってるんで、バレたって切りますから。うん。例えば、バレたら嫌な時っていうのもあるんですよ、実際。その感覚が間違ってない。バレて嫌な時っていうのは、マンガンをどうしても上がりたい時の、薬杯のドラの時。絶対マンガン上がりたい。あるいは自分がマンガン上がればトップっていうバレバレの時ってあるじゃないですか。その時に、ペンチーピンとか泣いちゃうと食いたにも見えないし、お前初持ってんじゃんってバレやすい。それはあるよね。うん。僕はそれでも積もってくるかもしんないし、勝負手の人は初切るから、それでいてやっと五分。泣いても泣かなくてもあり。それぐらいの差。だから普段はバンバン泣いていいよ。うん。今回この本の補足動画、今まで多いんだけど、なんていうかさ、固定概念みたいなもので自分に NG しちゃってる人多いよね。本当に。これ泣いちゃったらもう薬杯バックがバレるのが嫌だとか、リーチに対して強い牌を押したから、もう現物待ち出てこないからリーチしようとか。決めつけない方がいいですよ。決めんのは相手なんだよ。自分が自分の上がりを薄いって決めなくていいですよ。自分はいいですよ、別に。相手が7、8、9ピン泣いたら、初切りたくないって思えばいいじゃないですか。切んなきゃいいじゃないですか。でも、自分が7、8、9ピン泣いて初を切るかどうかは相手が切る、決めることなんで、あんまりネガティブに考えなくていいです。それから、最後84ページに書いてあるんだけど、アシストが期待できる局面っていうのも結構あるんでね。自分の上がりが3人にとって損な局面と、自分の上がりが1人だけ損で、2人にとっては得っていうことも結構あるんで、その時はむしろバラしちゃっていいぐらいっていう、そういう例外も話もちょっと入れたんですけど、これあんまり例外っても言えないんだよね。意外と多いんで。うん。例外ってなんかさ、よく万が一って言葉使う人多いんだけどさ、1万回に1回じゃなくて、10回ぐらいに1回起きることを万が一って言うよね、麻雀のプロって。すげえ不思議。こんな万が一当たったらどうすんのとか、万が一5巡目にリーチが来たらどうすんのって、5巡目リーチ1万回に1回じゃないから。わかる？うん。万が一、早いリーチが来たら、いや、早いリーチ万が一じゃないから。うん。うん、次行こうか。手筋11。脅しの仕掛けを使いこなす。なんか言ってんな。僕はね、基本的にあんまりね、脅しの泣きやんないです。これはね、費用対効果の話に繋がってくるんだけど、たくさんやればやるほど、本当に高い手が入った時上がりやすくなるんですよ。毎回毎回遠い仕掛けしてれば、またあいつ泣いてると。じゃあ、あいつがいいピンポンしたぐらいで、白髪チューン絞んのが損だっていう考えになって、みんなから泣かしてもらえるんですよ。その時に、めちゃくちゃ高い手が上がれるんですよ。それこそ大三元とか上がりやすくなるんですよ。普段から1000点の1泣き100本とかしてる人は、ハツとかチュンとかも泣かしてくれるんで、めちゃくちゃ上がりやすくなるんですよ。で、例えば僕みたいにあんまり泣かない人は、ハク泣いちゃうと、うわ、こいつドラ持ってるか、大三元あるんじゃないって読まれちゃって、チュンとか出てこなくなっちゃうんですよ。普段泣かないから。安い手で。だけどそれってさ、僕損してるように見えて、そうでもないんですよね。これね、今議論いろいろされてる中で、幅を広げようぜって言って、ポーカー用語でレンジって言うんだけど、ポーカーで
エースとエース持ってるのが最強なのね、ポーカーって。で、一番弱いのが、例えば2と7持ってるとか。2と7だと繋がらない、ストレートにもならない。バラバラのマークの2と7が弱いって言われてるんだけど、最強と最弱を同じだけチップ貼って、同じ顔でポーカーフェイスでやるのは、最強っていう人、もうたまにいるんだけど、僕はそうは思わないのね。そんなの、たまに入れるぐらいがちょうどいいわ。何をもって後悔するか、何をもって最悪と思うかって人間それぞれなんだけど、僕はブラフやって2と7で大掛けして相手に張り返されて負けちゃうことをすげえ後悔するタイプだし、ブラフの仕掛けやったり、ブラフのリーチ2枚切れの1300のリーチして追っかけられて振り込んだ時にすげえ後悔するんで、何をもって気持ち良くなるかって、やった勝ったって思うかとか反省するかによるのね。僕と反対側の考えの方って、ブラフで相手を下ろした時気持ちいいって感じるし、脅しの仕掛けしたり精度の低いリーチというか上がりにくいリーチをして相手を下ろすことに快感を得るんだけど、僕はそれが思い切った勝因につながるとも思ってないし、コンスタントにアベレージ残せるとも思ってないんだね。だからそのバランスだよね、ブラフっていうか自分の中での王道というか自分の中での本手というか、それをベースにしてたまに遠い泣きをするっていう、こっち側にもメリットあるんですよ。一番のメリットは、僕が泣いただけで張ってもいないのにみんな降りてくれること、うん、張ってもいないのに下ろすことって大変じゃん。今の時代リーチしなきゃ降りてくんねえじゃん。で、脳天リーチはできないしさ。僕の場合両面でチーするだけで相手を下ろせるんで、時々しかできないですけど、大井が両面チーしたらドラ持ってるってみんな勝手に勘違いしてくれるから、こっちにだってメリットあんだよっていうのをそろそろ気づいた方がいいかなって、うん、気づいてない人多いよね。幅が広い、レンジが広い仕掛けが得だって思ってる人、そんなに得してると思えない。で、今回の87ページの手は、まあ親番で点数ボーイ、点数が平たくて、ドラとかローキューマンがあるんですけど、まあとにかくドラが使いづらい、はい、でピンズは一気通貫も含めて 5% ぐらいなら見込めるよね。だから別に僕はこれをブラフだと思ってないし、脅しだと思ってないんだけど、おたかぜのシャアから泣いてみました。ごめんなさい、88ページ見てください。シャープをしてみました。うん。でね、こうしておくことで、見てください、これ。89ページ。誰一人、両脇は誰一人ピンズ切らないの。両脇というか、3人とも切んねえか。9ピンを僕に合わせてるもん。僕がシャアをポンしただけで、こんなに警戒されるんですよ。だから、1年に1回とか半年に1回、超バラバラから、シャアをポンしたり、両面をチーしてやろうかな。それが一番効くんじゃないかな。全員下ろせるんで。そうですよ。人の名前見てくださいよ。めちゃくちゃ押すタイプの人間降りてますよ。ほら。遠い目に押されたけども、一応三面ちゃんに転配して上がりました。っていうのが89ページの表ね。うん。その、本当に上がりに行く仕掛けと、遠い仕掛けのバランスを、そんなに極端に振れ幅多くなくてもいいよっては思うよね、僕は。これぐらいのバランスでやってますよっていう、まあ、紹介みたいなもんですよね。これも自分が人から何どう思われてるかって空気読める人じゃないとダメなんですよね。リーグ戦ではね、こういう、不特定多数の人とやるときはまた別の話になるんだけど、脅しが一切通じないときあるじゃないですか。そもそも脅しなんて人読みやってくれる人とか、ある程度相手に対応してくれる人じゃないと聞かないんで、聞かない脅しほど意味ないんでね、90ページに脅しが聞かない相手がいることも考えなさいよって話、これね本当に考えた方がいい。はい。練習問題がね次にあるね、ちょっと待ってね。91ページの表を見てください。現在2着目でトップ目の親を流したい場面、シャアを泣きますかってありますよね。どう思います？トップ目ですよ、トイメ親で、ラスト親、何4曲は自分が親ですね。はい。こんな両面が1、2、3個あるんだから、シャーポンしたって上がれますよね。上がれそうですよね。泣きましょうか。泣いて言いそうとか、3万切って、上がりに行く人多いですよね。僕は、泣きません。この手、シャーを泣いてしまうと、安全度がめちゃくちゃ低くなるし、この左の人がシャア泣いてバン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 アシストしてくれるならいいけど、そういう展望状況でもないんで、アシストしてくれないですよ。ライバルだから。左の人に絞られて、トイメンからリーチ来たら、親からリーチ来たら最悪なんだね。で、何度も言ってきたけど、赤もないドラもない手で攻撃することが、イーシャンテンやテンパイを組んでしまうことが罪って結構ある。うん。だって、
ポンしてチーしてイーシャンテンだったり、ポンしてチーチーしてテンパイだったら押すでしょ、親リーに。親リーに何枚か押した方が得でしょ。テンパってたら押した方が得なんだよね。だけど、総合的に考えて、1000点対1万2000戦いしたら、1000点側損ですよね。テンパっちゃったから損するんですよ。そこが分かってないんですよね。1000点上がったら相手の1万2000点を消したっつって、1万2000点の価値があるぜっていう人いるんだけど、実際そうなんだけどね。理想を考えなさい、もうちょっと理想を。理想。自分が1万2000点で相手が1000点の仕掛けをしてくれて、全突破してくれることがまず理想なんです。もう一個の理想。自分がそんな1000点で親リーに向かっていかないで、誰か子供に1000点で親に突っ込んでってほしいんですよ。勇者が現れてほしいんですよ。だって、1000点で僕が親のリーチに、まあ2回に1回勝つとしますよ。単純計算。負けた時は自分がラス。1万2000上がった親がトップ。で、勝って1000点、ロン !1000 点って言った時は、親からね、1000点上がった時は、親はショックですよ。1万2000蹴られて。で、自分はプラスですから得ですよ。だけど、両脇の子供も得しちゃってるんですよ。1000点で親の1万2000を蹴ってくれたから。一人損させて二人得させちゃってませんっていう。だから、シャアを泣かないんですね。この考え方ができるようになるといいっすね。はい。それが92ページの補足ですね。で、93ページになんか書いてありますね。最強戦でのワンシーン。2着に入るまでが目的の最強戦で何を泣いたでしょうなんて書いてあるね。ちょっと、鈴木太郎だからね、よくわかんないね。この打ち手はね、スーワンポンから仕掛けたんだって。これが、まあ、バックの真髄ですよね。チュン絞れる人あんまりいないし、ペーチャもトンチャもチュンを絞ってる場合じゃないし、シャーチャもなんならアシストしてくれるし、黙って親に上がられる。黙ってペーチャに、なんか高い手を上がられる。そうなることが、まあ、最悪と考えた打ち手が、積極的に上がりいったと。基本的に僕もね、麻雀の概念としてね、攻めるときはポジティブに、守らなければならないときは究極ネガティブに守ろうっていうのを合言葉にやってます。もう降りてもしょうがない。この局面降りてもしょうがない。全部行くんだっていうときはブックブクにしてブックブクに攻めて、報酬が許されない。流局すればいいんだ。勝ちなんだ。っていうときはめちゃくちゃネガティブに降ります。うん。数暗行短期まで警戒して。はい。そんな感じの話が、93ページにありました。はい。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。